豊か精密工業株式会社は、愛知県瀬戸市に本社を置く自動車部品メーカー。もともとトヨタ自動車株式会社の100%子会社であったが、2020年1月1日に株式会社 j テクトが全株式を取得し子会社化した。1958年に埼玉県北足立郡与野町に東洋、歯車株式会社として設立され、1967年に、 現行名称に社名を変更した。1987年に本社を愛知県瀬戸市に移した。1958年7月11日、埼玉県北足立郡与野町上落合590番地に東洋歯車株式会社として設立された。資本金5000万円はトヨタ自動車工業が全額出資しており、自動車用。 ハイポイドギアハギリバンの国産化を目指して設立された子会社である。初代社長は、早坂地から、同年8月1日に創業を開始し、1960年12月には7818平方メートルの世の工場が完成した。従業員数が250人を超えた1961年9月1日には、東洋歯車労働組合が結成されている。 初代社長の早坂の病没により、1963年7月22日には、トヨタ自動車工業副社長だった、大野修司が、第二代社長に就任している。1964年1月には、自動車用部品生産ラインが完成して、初めて自動車部品の生産を開始した。モータリゼーションの急速な進展を踏まえると、世の工場は手狭であり、 1967年9月25日には、愛知県愛知郡日清町に約4万平方メートルの日清工場が完成した。トヨタ自動車工業の石田大蔵会長やトヨタ栄治、副社長などの来賓を迎えて、完成式典を開催し、また同日には、豊か精密工業株式会社に社名を変更した。第二大社長の大野の病没により、 1970年2月9日には伊藤修雄が第三代社長に就任した。1978年3月には日本で初めてハイポイドニアラップ版の国産化に成功した。1978年9月には創立20周年を迎えたが、この際の従業員数は362人となり、売上高は約56億円となっていた。 1979年6月22日には、杉浦秀幸が第四代社長に就任した。1982年の東北新幹線、上越新幹線開業に際して、世ノ工場の移転を余儀なくされると、1987年8月20日には、愛知県瀬戸市の暁工業団地に本社や生産拠点を移し、11月30日には、世ノ工場が、 創業時から29年間の役目を終えた。1989年6月19日には、赤松敏明が第5代社長に就任した。1997年には、会マイナス 45NCNC ハイポイドギや、成形派ギリバンが、財団法人機械振興協会の新機械開発賞に輝き、革新的な機械の技術開発を行い、実用化し、 機械工業技術進展に貢献したと評価された。創業当初から目標としていたアメリカグリーソン社の開発担当者にも回マイナス 45N は高く評価されている。1998年1月には工作機械、一般歯車部門が ISO9001 を自動車部品部門が ISO9002 を取得した。1998年9月には 創立40周年を迎え、トヨタ自動車の森田秋義常務などを迎えて、産業技術記念館でパーティーを開催した。1999年6月21日には、宮谷隆夫が第6代社長に就任した。2000年4月14日には、ISO14001 を取得した。2003年7月には、岐阜県二郡三丈町に、三丈工場が竣工した。 2006年6月15日には沢田豊が第7代社長に就任した。2007年2月にはトヨタグローバル市入れ先総会で技術開発賞を受賞し、2009年2月にも同賞を受賞している。2008年9月28日には産業技術記念館で創立50周年記念式典を挙行した。2015年6月15日には近藤義弘が 第八大社長に就任した。2018年には創立60周年を迎え、豊か精密工業60年史を完工した。ありがとうございます。